Congratulations! まっすぐ行ってこの線路を渡って向こう側の方に行くと堀船っていう町があるんですよ。船堀じゃなく堀船です。25年とか35年ぐらい前じゃないかな、まあ、来たことあるんですけど、久しぶりにちょっとこの辺り来てみようかなと思って夜歩いてるわけです。場所的に言うと今降りた上中里と次の駅の王子、そこの間ちょっとこっち側にずれると都電が走ってる、その都電を越えたあたりのところなんですよ。まずね、来ないな。よっぽどなんか知り合いがいるとかじゃないと絶対来ないと思う。だからちょっとあえて行ってみたい。
島田上長里と。奥の道路を越えたあたりじゃないかな。こういう船結構まあポツポツと素敵そうなお店がたくさんあります。25年とか35年ぶりだけど全然変わってませんね。ここもね、昭和のいい匂いがプンプンします。いい店だよ。あ、なんか定食って書いてある店が。ここは絶対いいよ。あ、なんか田舎の匂いがする。いいな。さてここは何なんだろう。あ、ゲーセンじゃないですね。配送センターだ。地図で見た通り都電が来ます。あれは天外最高じゃないですか。ここはどこだ。あ、堀船入りました。入りました。ここです。ここは来たことあるか。これ梶原の商店街だな。梶原って梶原診療所、やっぱここ梶原商店街だと思いますね。貸し店舗ある。これ店やれ。地蔵さんが今日も撮影しまいました。ここ確かね、あの映画素晴らしき世界のスーパーのシーンのねロケ地になったとこですよ。どの店だかわかんないけど、ここらしいですよ、うん、多分そのあたりじゃないかと思うんだけど、うん、いい感じですよね。ここはね、散歩コースおすすめかもしれない。東京じゃないよね。すご
ごくいい。歩いてるだけでね、あの心が安らぐって感じ。さて向こうに行くのにどうやって行くかな。とりあえずこっちの通りが見てみたい。ごく普通ですね。地図調べました。その細い路地に入ってっても行けるらしいんだけど、こっちをまっすぐ行ってこうくの字に折れてもあの行けるらしいんで、あっち行っても多分何もないからこっちの方行ってみます。雰囲気あるな。あそこの道をこうくの字に曲がると王子自動車学校があるらしい。私はまあ19だか20歳だか、まあ、そのくらいだと思うんですけど、まあ、王子自動車学校で自動二輪の免許を取りました。38年とかそのくらい前ですよね。だからまあ、まあ、ここは、まあ、ここのエリアも歩いたことないです。王子自動車学校に来るエリアまでは歩いたことがあるから、まあ、今から行くところがまあ38年ぶりに行く王子自動車学校なんですよ。くの字に折れる。来る前にねちゃんと地図で調べてあるんです。いいなあ、ここ北区最高。駅弁手作りソースなんですよ。だった王子自動車学校、うん、もうなんか覚えてないけど、うん、ここでねあのバイクの練習してた。ああそう、こんな感じだった、こんな感じだった。38年ぶりです。船堀2丁目。こっちもいいな。全部の道歩いてみたい。まあ、とりあえず、明日行く、今日はね、まあ、とにかく、まあ、全部一個一個見るのは無理だから。とりあえず、まっすぐ行く。でちょこちょこ見ながら行くと左側にこう川が通っていて、あの王子に行ける橋があるらしい。その橋を通って王子に戻ります。我が母校とでもいいのか、王子自動車学校。登り山頂目に入りました。あれが高速だから多分あの辺があの川になってる。本当はねこういう細かい道、おや行きない、もうこんなのがあるから、まあ、全部行けないだろうけど、まあこうやって歩くと大体わかるね。
この辺りの人やっぱり神中座とまではいかないだろうな、やっぱ王子、ちょっとまあ交通の便がよくわからないけど、あとトイレがちょっとトイレ入ってこう、こういうのもありがたいですよね、こう庶民の町は。ではどうせなんかあるスーパーとかと思って、あの息子のね4度間買ってないんですよ。どうすかな、あコンビニでいいか、まあなんかあったらあったで、まあそこで買えばいいし、まあ旅の途中だからな。団地、団地って住んだことない、安くていいらしいんだよね。空気がね、ゆっくりで優しい。これはこれで好き。しかし相変わらず、今散歩するところは人がいませんね。ましてや夜歩くから、なおさら人がいない。それはまあ俺は好きなんだけど。なんかあの川の香りがしてきました、東京の川独特の香りですね。まあ、地図で調べたけど、まあこれ間違いないらしい。ここはもうもちろん初めてですよ、もう来るの。いや楽しいな、多分何が楽しいんだか分かんないと思うんだけど、これは楽しいね、こういうの。ただ一つ悩みがあるとすれば、あのビールも飲み切っちゃってないんですよ。でコンビニもね、もうさっきやったけどないよな、これじゃあ。いやコーヒーはいらない。まあ渡ったらね、あのあるから、まあ、そこでまあビールでも飲みながらゆっくり帰ればいい。このうねうね感がいいやん。素敵ですよ、この感じ。やっぱ人の願いってのはね、通じるものなんですよ。もうどう考えてもそこが橋だから、もうこっち川ですよね。で、ドーン川を渡った。あっちにコンビニがありました。求めをさらば与えられんとか、なんかそんな感じですね。この道も不思議なんじゃねえか。タバコ切ってパン菓子。お、いいね。どっち行ったらいいんだろう。こっちの方が遠回りっぽいか、こっちから行こう。雰囲気あるな。こっちが来るまで歩行者星取れってことだよ。よし、そう、安全第一。この先行き止まりって書いてあるんだよね。消してくれよ。まあこんなのがあっていいんですよ。でも迷っちゃいけないってことをね、今学びましたでござる。
はい、どうも。はい、このまま行けば帰れる。まっすぐ行って左のところが前にレポートしたあの稲荷通り商店街だっけ、あそこになるらしいから、稲荷通り商店街にのあの辺りを歩いた時に思ったんですよ。あっちの先に行ってみたいなと思ってて、ここがね、そのあの先なんですよ。今日はね、あの歩けてとても良かったです、うん、だん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 いろんなとこ歩くようになってきました。もう一回、いいなこの路地も。繰り返しますけど、帰宅最高です。この辺りはもう王子じゃないかな。いや今日はね、歩けてよかった、うん、本当にそうなんだ。ここにいるか、向こうの通りを行けば、でもあの王子警察署の方に出て、そのまま向こう行けば帰れるんだけど、まああそこが中を通ってるから面白くない。一本外れたらこっちの道をちょっとね歩いてみようと。別に何もないとは思いますけどね。よぞよぞ。でも何がウキウキするかって言って。知らない町に行くのが一番ウキウキしますよ。今までも名前が聞いたこともないような町、まあ、出張でありましたよ。お母さんおはようございますってトラックで迎えに来てもらって、でトラック乗るで朝の4時とかなんですよ。で運転してる人には悪いけどやっぱ寝ちゃうわけですよ。夜中の2時まで酒飲んでたから、その頃2時間しか寝てない。でパッて、はいエマさん着きましたよっつって、で私の第一声、どこ、何県、これどこにいるの、何々県のどこですって言ってもわからない。じゃあここじゃホテルチェックインしましょうっつって、まあ仕事終わって、仕事してる時もわからない、それまあ仕事入っちゃうから。仕事終わってホテルに行くときに地図見してもらうんですよ。で今どこにですか、ね、ここです。こんなとこにいるんですか。それが一番楽しいですね。でわざわざ遠くまで行かなくても、こうして、もう、東京だって広いですよ。いろいろあるから。うん、まだ歩いたことないところがいっぱいありますよ。で、一個言いたいのが、こういう、初めて歩く街、何かの気まぐれでここ歩いてみようと思わなければ一生歩かなかった道なんですよ。でそこに何があるか分かんない。ここに素敵な居酒屋があるかもしれないし、たまたまそこに入っちゃうかもしれない。また川だな。大好きですよ、うん、悪口言ってんじゃないですよ。東京じゃないやな、ここ。多分ね、あそこで横断歩道当たっておいた方がいい。バス、こっちはね、バス多いんですよ。
バスの乗り方を覚えて、バスでいろんなとこ行ってみたいな。とりあえずあれはなんだ、うどん、あ、うどん屋さんもあるんだ、ここで。こうやってあの分かんないことをね、あの知ったりするんですよ、こうして散歩したりしてると。まっすぐ行くとあれ、また道分かんなくなっちゃったな。間の稲荷ドリア、またあのマイバスケットで息子の晩飯買って帰ろう、うん、あっちゃこっちゃなんか行ってたらもう道を曲がってたりするからね、もうどこがどこだか分かんなくなっちゃう。まあ向こうですね、でも自分はね向こうだと思ってた。ダメですね私は。いいのあるかな。息子はね、あのカツカレーとかでいいんですよ。俺も飯食ってるから、俺も、うん、分かんねえから。結構ね、この内容で蚊に刺されて痒いです。酒飲みながら歩いてるから学校の餌食だったようですね。